皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の完全体カムバックが2025年には実現しない可能性が高いことが明らかになり、アーミーは驚きと期待の入り混じった反応を見せています。RM、J-Hope、V が最近の SNS 活動を通じてヒントを示しており、 2025年には別の形でのプロジェクトが進行中との憶測が広がっています。特に HCFO のイ・キジュン氏は、7人の完全な再結成が2026年まで延期される可能性があると示唆しており、BTS の新たな計画に対する注目が集まっています。J-HOPE、RM、V の SNS 投稿はファンの間で大きな話題になっています。 J-Hope は Instagram のプロフィール写真を変更し、バイオに VP と記載したことで何かのヒントだと推測されています。一方、RM はプロフィール写真を削除し、V はバ i o を更新して友情という言葉に変更しました。これらの変更は、アーミーに BTS が何か大きなサプライズを準備しているのではないかと期待させています。 最近のインタビューや SNS 投稿では、RM が新たな始まりや未踏の道について言及することが多く、BTS が通常の再結成ではなく、新たなプロジェクトを計画している可能性が示唆されています。J-HOPE も、忍耐、と書かれた練習室の写真を投稿し、ファンはこれが再結成の延期を示しているのではないかと考えています。V も芸術的な投稿を続けており、 2025年についてのメッセージでファンの関心を引きました。メンバーのソロ活動も BTS の再結成に影響を与える可能性があります。ジャングコックはソロキャリアで国際的な成功を収めており、V は演技やアートに深く関わっています。RM の哲学的なソロ作品、J-Hope のダンスと音楽プロジェクトなど、各メンバーが個々の道を歩んでいることから、 BTS は従来のカムバックではなく、ソロ活動とグループ活動を融合させた新たな形を模索しているかもしれません。ハイブは BTS の計画について正式なコメントを控えており、これがさらにファンの期待を高めています。伝統的に透明性を重視してきたハイブが今回は沈黙していることから、BTS が大規模なプロジェクトを準備している可能性が高いと推測されています。 ファンの間では、ドキュメンタリーやシネマティックなプロジェクト、あるいはアート展示のような新しい体験型プロジェクトが計画されているのではないかという憶測が飛び交っています。アーミーは、メンバーの SNS 活動やインタビューの細かいヒントを分析しながら、BTS の新しい時代が始まることを感じ取っています。彼らが伝統的なカムバックに変わる形で、 新たなプロジェクトやアートの世界を通じてファンとの深いつながりを図工うとしていることは、BTS がアイドルグループの枠を超えた存在であることを証明しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。